ロムカートリッジポートを開いた TS2068 とカートリッジタイメックスシンクレール2068はアメリカ合衆国でタイメックスシンクレアが1983年11月に発売した同社4代目のホームコンピュータポルトガル及びポーランドではタイメックスコンピューター2068として販売された。ポーランドでは若干変更を加えたマシンが ニポルブリッドコンピューター2086として販売された。TS2068 は ZX スペクトラムをベースにしており、ZX81 ベースの TS1000 と TS1500、スペクトラムベースの t c 2 0 4 8に引き続いて発売された。TS2048 は4 k メモリのマシンとして発表されたように、2068は72。 軽マシンとして発表された。TS2068 は元となったイギリスのマシンにかなりの改良を加えている。デザインはシンクレアのクローンとして初めて大幅に改良されており、次のような新機能を備えていた。シンクレールベーシックには新たなキーワードが追加されており、ハードウェアの新機能とロムカートリッジも含めたメモリのバンク切り替えに対応している。 その結果、ZX スペクトラムとは非互換となり、ほとんどのスペクトラム用ソフトウェアが使えなくなった。そのまま動作したのは10%未満だった。これに対処するため、多くのユーザーがスペクトラムのロムからロムカートリッジを作って、スペクトラムのエミュレーションを行った。それによって、スペクトラム用ソフトウェアの大部分が動作するようになったという。後に、TimeX は、 自動ブートするスペクトラムエミュレータカートリッジを生産している。ただしこれは TC2068 用でカートリッジポートの形状が若干異なる TS2068 では使えなかった。タイメックスはコンピュータ部門を1984年に廃止したが、ポルトガルのタイメックスはコンピュータ部門を存続させタイメックスコンピュータ2 6 8を販売。ポーランドでは ニポルブリッドコンピューター2086として1989年まで販売した。ポルトガル製の TC2068 はポーランドでも販売され、UK2086 のみがポーランドで生産された。TC2068 には2つのバージョンがある。銀色の TC2068 には ZX スペクトラムエミュレータカートリッジが同梱されており、 黒の TC2068 にはタイムワードというワープロソフトのロムカートリッジとプリンター接続用の RS232 インターフェースが同梱されていた。黒の TC2068 にはタイムワードのコマンドが印刷されたキーボード用テンプレートが付属しているが、このテンプレートはなぜか銀色だった。 TS2068 の主な改良点は、スペクトラムが批判されていた点を改善したものだったが、スペクトラム本家の後継機にはほとんど採用されなかった。ZX スペクトラムではキーボードのみ変更された。ZX スペクトラム 128K でも、グラフィックス機能は拡張されなかった。しかし、t s 千六十八は、イギリスでのように従来機種との互換性を考慮する。 必要がなかった。TS2068 は ZX スペクトラムと非互換になったため、ポルトガルの Timex は TC2068 に以下のような変更を加えた。ニポルブリッドはコンピューター2086を設計する際に TC2068 から以下の点を変更した。Timex シンクレアは TS2068 発売時に7つの カートリッジと37のカセットテープのソフトウェアを同時発売した。ユーティリティ、家計簿、教育、ゲームなど様々なソフトウェアを取り揃えている。さらに4つのカートリッジと22のテープのソフトウェアが計画されていたがリリースされることはなかった。ポルトガルではさらにいくつかのカートリッジが発売され、テープや フロッピーディスクの携帯でもいくつかのソフトウェアが発売されている。例えば、タスワードというワープロソフトはフロッピーの形でポルトガルのタイメックスが発売した。ありがとうございます。